ザフン屋さんチャンネル、ザフン屋さんの高橋です。今回も選手100冊シリーズお送りしてきますんで、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。で、今回ですね、ほっこりする本、そしてですね、読書した後にですね、優しい気持ちになれる本、そういうことでですね、またまた登場しました小野寺さんです。で、これですね、選手100冊シリーズですね、初めてですね、もう4冊目の登場ということで、完全に小野寺さんのファンになってしまいました。で、今回のですね、このゆかり、これ縁と書いてゆかりなんですけど、こちら今年のですね、9月に講談社から発売された本となります。短いあらすじなんですけど、見知らぬ登場人物たちが、作中の中で霧、塵、針、へり、そして終わりですね、その、章に分かれててですね、全部最後に理がつくっていうのが特徴なんですけど、その作中の人物たちが、連作短編でですね、ゆるーくこう繋がっていくと、そういうようなお話になっております。まあちょっとそれだけじゃ分かんないかもしれないんですけど、最後はですね、この縁で繋がってると、これではゆかりと書いてあったりとか、作中の、章ではですね、この縁をですね、へりとですね、読んでたりとか、その言葉のですね、遊び方というか使い方がですね、小野寺さん、これ今回考えたなと思いました。で、やっぱり小野寺さんですね、サッカー好きでですね、でサッカーコーチの話とか出てくるんですよね。この人との出会いがテーマになってて、で、そのつながりをどう大事にしていくかと。で、このサッカーコーチもですね、そのつながりによってサッカーコーチになると。で、その後にですね、いろんな OL だったりとかですね、田村さんというですね、パパ活をやってるおじさんとかですね、いろんな人が出てくるんですけど、まあそのみんなですね、いろんなところでこうつながってると。で、その小さなコミュニティの中で、つながってて、これですね、小野寺さん、小さなコミュニティをつなげて、この小さなコミュニティこそ、しっかりですね、大事にしなさいと、いうですね、これ勝手にですね、思ってるんですけど、そういうですね、メッセージを、感じられる一冊でした。またですね、さらに詳しくですね、知りたいと思った人はですね、概要欄、そしてですね、今回ですね、説明し、聞いてですね、ちょっと面白いなとかですね、興味が湧いたらですね、ぜひですね、登録シェアの方お願いします。またですね、ほっこりした本って何？そしてですね、読了感すっきりしたい、そんな本おすすめしてほしいっていう方がいたらですね、コメント欄の方に書いていただければですね、私の方からおすすめの一冊、紹介させていただきたいと思いますんで、ご視聴の方よろしくお願いいたします。